どうもこんにちは、元月です。今回はバギーのオックスフォードプルオーバーボタンダウンシャツをご紹介いたします。でまずプルオーバーっていうのは、通常シャツっていうのはボタンでこの前の部分が全部開いたり閉めたりできるんですけれども、このプルオーバーっていうタイプは前立てと呼ばれるこのボタンがついてる部分が途中までしかないんですよね。で要するにシャツなんですけど、こう被って着用するポロシャツのような形なんですよ。でシンプルな中にもこの前立てが途中までっていうだけでも変化が見られて、1枚で着てもすごく様になるシャツなんですよね。でまず使ってる生地なんですけれども、これはオックスフォード生地というすごくしっかりとした腰のあるコットン 100% の生地を使用しています。で使い込んでいくと、まあ、独特の経年変化を楽しめるので、すごく楽しい生地だと思います。あと細かいディテールなんですけれども、まずボタンは丈夫なプラスチックボタンで、袖には動きやすいようにギャザーがついています。で背中にもセンターボックスプリーツ、これも動きやすい仕様ですね。あとは、まあ、バギーの最大の売りであるこの綺麗な襟のロール、この辺が、まあ、すごく特徴的な、まあ、作りだと思います。ちなみに僕は身長180センチの体重75キロで、このプルオーバーシャツは M サイズを着用してます。ただ人によってはワンサイズアップでこう被るタイプなので、ちょっとゆったりめに着るっていう方も結構いらっしゃるので、その辺はお好みで選んでください。はい、今回はバギーのオックスフォードプルオーバーボタンダウンシャツをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら、高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日もアメガジファッションを楽しんでいきましょう。